今回はダイソーでも買えるこちらの猫型のシリコンモールドを使用します。まずこちらのモールドをたとえ新品であったとしても必ず掃除してから使用します。掃除は簡単で、テープでペタ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 とホコリとゴミを除去するだけです。モールドをきれいに掃除することができたら、透明のレジン液を注ぎます。気泡がないかを確認したら、できるだけ全面にレジン液を伸ばして硬化します。硬化することができたら、モールドをひっくり返して裏面からも紫外線を照射します。硬化することができたら、素材を封入することができたら、透明のレジン液を注ぎます。微調整していきます。調整することができたら硬化します。硬化することができたら、セリアのジェルネイルユニコーンホワイトを爪楊枝の先に取って、線を斜めに入れます。
線を入れることができたら硬化します。硬化することができたら、今度はダイソーのジェルネイルオーロラでこの線を筆でなぞっていきます。先ほどのユニコーンのジェルネイルで描いた線の4倍くらいの太さで線を引くことができたら硬化します。硬化することができたら、先ほどのユニコーンホワイトで筆の先をしごいて、先ほどダイソーのオーロラのジェルネイルで塗った箇所をなぞっていきます。なぞることができたら硬化します。硬化することができたら、前に余ったレジン液を注いでいきます。全面に黒いレジン液を広げることができたら硬化します。硬化することができたら、硬化熱が冷めるのを待ってからモールドからレジンを取り外していきます。レジンをモールドから外すとき、レジンクリーナーを染み込ませると剥がれが良くなり、モールドの傷みを軽減することができます。